超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼント。この種を育むのはあなた。お待たせをいたしました田中康夫の日本最高、日本最高へのシーズンの時間がやってまいりました。えー、今回の三点一一大震災というのは地震、津波、そして放射能というまさに目に見えない。 そして、これは何年かかるかも果てしなくわからないというまた、日本はです、ね、地震の被害国であったのがです、ね、放射能によって世界への加害国になってしまっているこのことも繰り返し申し上げてきましたそして、この問題に関してです、ね、最もおそらく日本の国会議員の中で,です、ね、最初から警鐘を鳴らすだけでなくそのことを変えようと。 えー、尽力をされてきたのが、今日のゲスト、吉井秀勝議員です。よろしくお願いをいたします。ます吉井さんは、まあ、あの大阪の生まれで、そして京都大学の。工学部の原子核工学科というんですか。はい。 生まれたのは実は京都の。あ,あ、京都ですか。失礼いたしまし生まれ育ったのが京大のすぐ前ですかああ<て>そうですか、吉田山の方 <laughs> <laughs> 失礼いたしました。あの確か東京大学は原子力工学科っいう、ええ、そうです。うんええ、あの日本の大学の中でも原子力工学科と名乗るところと原子核工学科と言ってるところと、はい、あのやってることは一緒なんですけどね。二<ー>つの、はい、あの名前の使い分けしてます。 あのまあ、昔はその原子力というのは私も手塚治虫の漫画で、えーえー、え非常に何か新しい夢の希望のような、はい、吉井さんがその原子核工学科を選びになったのは、はい、私がちょうど子どもの頃です、ね、あの戦後の日本で、うん、まあ暗い大変な時期に、うん、湯川秀樹先生が、はい、ノーベル物理学賞を受賞されたというのは,はい、はい、非常に明るい意味を与えるものでしたね。 でその頃にちょうどねあのアメリカがあのあの原子力政策変えたんですねアトムズフォー・ピースというふうに原子力政策変えて、うん、それでちょうどそれに基づいて日本でもあの原子力平和利用展というのが開かれたんですよで京都市内でもあったんです<ー>で子どもの時ですからまあ小学校3年生か4年生ですかね、うん、それを見ましてね、うん 非常に弓を持ちまして、うん、それで湯川さんに憧れて、うん、兄弟行くとともに選ぶんだったらということで、うん、エンジニアリングの方で、うん、あの原子核工学科へ進んだんですよ<ー>だから最初は弓を持っていたんですまあうん、おそらく当時入られた方はみんなそうですね入られて、はい、その原子核工学科というのは まあ、そ基礎的な勉強と原子力発電所を作るような部分と量そうですね、あのまあ、核理論とかこう物理の勉強をする部分と、はい、それからあの機械工学に近いんですけれども、うんまあ、流体力薬とか電熱工学とかね、ちょうど、沸騰水型原発のああいう、軽水路の挙動ですね、うんうん、それを研究することとか、うん、あの制御する方の、 うん、分野とかまあ核燃料とか、うん、いろんなことを一応は基礎的に勉強してというところなんですよ。で吉井さんの例えば同級生やその前後の方というのは例えば卒業されて、まあ、大学に進まれる方もいるでしょうけども、えーえー、その後どういう職業にお付きになったりするんですり 大学の,あの教授になったりしていってあとはあの原発メーカーとかああ、はあ、電力とか、うんまあ、大体そういういところですね一方で皆さんご存じのようにあの吉井さんは2006年、まあ、安倍晋三内閣の時に質問収集を出したとしかしこれはその前のまだ小泉純一郎内閣の時にも、はいはい、2005年段階でも具体的に、はい。 ちょうど2004年にスマトラ沖の巨大な地震津波がありましたねですから私その時に思いましたのは巨大な地震が日本の原発を襲ったらどうなるかとで日本の原発というのはもう立地して当時で30年ぐらいあの過ぎるぐらい経ってましたから老朽化した原発で巨大地震にぶつかった時にどうなるかということをやはりきちんと あらかじめその健全性をね実証しなきゃいけないのは、うんうん、普通に考えたそうですよね。で,ね、うん、でそれをやる装置は実はあったんです日本には。は四国の香川県の多度津というところに、はい、あの大型の地震台と言ってわざとこう地震を起こすんですね。はい、よくあの小学校の子供たちにあの地震を体験させる車ってるマットのがから、ね、あれをもっ,ともっと大掛かりなもの、世界一の規模だったんです。 310億円ぐらいつきましたかね、これは国が半分出して、それであの電気事業者なども出し合ったりして、っ置作ったんですで。ところが兵庫県の三木市のほうに、文部科学省の施設で e ディフェンスという、やはりあの建造物の耐震実験をやるのを作ったんです、大体同じ規模です。そうすると あの小泉さんの時は行政改革だと言って <laughs> 当の無駄だと <laughs> わずか年間10億の,あの維持費だったんですけどね <うん S 2> それを削るということでなくちゃったんです民主党と同じようなそういうよく分からん事業仕分けがあったんですねあ <ー S 1> ねもう当時やってましたね <laughs> <うん S 2> それで今治造船という全く関係のない会社にね <うん S 2> 造船会社の倉庫用地としてわずか2億7千 まんぐらいでで売り飛ばし,しまったんですで造船屋さんはそんな振動台いりませんからあれはほとんど鉄の塊みたいなもんですからね実験装置はスクラップでで売り飛ばし,しまったんです、はあ、もしそれを置いておいたら老朽化した原発の定期点検のたびに部品を外して持っていって揺らしてそのデータとコンピューター解析と付き合わせるっていうのはねそれは必要でしょ ですから巨大地震に大丈夫かという実験がまず必要、うん、そういうことをあの2005年には、ねうん、提起したんです、はい、で2006年には今度はあのスマトラ沖地震の時のもう一つの津波ですね、はい、で津波の場合というのは引き波といって、うん、最初に波があの海水がどーんと沈んでしまう。 300 m 400 m きまでで陸になるっていうことがあるあんですね、うん、それから押し波といって高い波が来るんですが、うん、その引き波の時になりますと、うん、原発は地震で止まったとしても、うん、核燃料部を冷やさなきゃいけませんからこれ危機器冷却系というんですけれども、うん、いくらポンプ回してあの回転して冷やしてみたってその冷却水をさらに冷やすものが必要ですね。これ海水でで冷やしてるんです、うん で海水の取水口というのはあの原発の高さで言いますと標準水面かららメートルぐらい下なんですよ、うん、そうすると沖まで潮が引いてしまったら、うん、そもそも冷却できないでしょ、うん、そのことを一つ問題にし同時に押し波の時には全部被ってしまいますから危機があのダメになりますから、はい、その問題を、うんうん、これをあの安倍内閣の時には、うん、質問もすれば質問主意書で書いたりしたんです。はいはい こちらがえっ、ねねね、と原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全の確保に万全を期していると答弁書は言う、ねええ、そうなんですね。<laughs> ええ、それから、うん、あの少し前に、はい、あの内閣委員会に質問しますと原子力安全委員会委員長の当時の鈴木さんですね、はい、あの核燃料が破損、うん、放射能が外部に放出されるという事態に。 設計の段階で安全評価をしてそういう事態に至らないようにまず確認するというのが一番の基本ですとこれちゃんと言ってるわけですねこれはなんかあの枝野幸男さんという、はい、実際に現場に行った時には安全ですと言ってたのに、うん、なんかすごいあの厳重に体を。 布で包んでわずか5分しかいなかった方が、ええ、当初は格納容器は大丈夫だって言ってたのも、ええ、まあ,ある意味ではあの方は素人でしょうけど、ええ、まあこういう過去の蓄積から大丈夫だと思い込んでたとですからもうみんながこの安全神話にとらわれてましたから安全だ安全だで政権が変わったのが一番下です、ね、はい、あの昨年の春直島さんが経産大臣として多重防護でしっかり事故を防いでいく、はい。うん メルトダウンを起こさせない、様々な仕組みを作っています。というのが当時の答弁だったんですね。でもそうではなかった、ね。そうですね。うん、これがまああの現実なんですよね。うん、ですから、今回起こった問題というのは当時から指摘していた。その地震、巨大な地震でも大変なんですけども、津波によって引き波でも大変だし、押し波の時にもあのー。 まあ電源が失われるで電源が失われたらどうなるかというのは今の問題で、うん、その核燃料砲がもともと冷やせなくなってしまうとそうするとどん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 蒸発が進んで圧力は上がるさらに液面が下がって燃料が出てしまって炉心が溶けてしまうと、まあ、今度のような事態に。 な僕、まあ、素人としてねまあそれはリッチングを選んでくれるところがないと、まあ、逆に言えばああいう自治体も原発交付金をどんどんもらってって、えーえー、それがだんだん来なくなると北海道の泊原発のところみたいに一回ある意味じゃ大変あの批判があるかもしれませんが、まあ、ある意味じゃ麻、ねまあ、薬漬けになったような箱、ね、物行政になって、ねはいえー、税金も安くてと。えー 小学校も、まあ、我々が望んでた30人学級なんかとくの塔にできるとしかしまあしかしあの安全ってリスクヘッジを考えれば今回でも原発が4つも5つも6つも並んでたら真ん中の例えば1個がおかしくなったらその横に連鎖するかもしれないあるいは1個そうなっても次もなったら真ん中のまだ あまだ壊れてはいないのをあの安全を確保するということも人は容易に行けなくなっちゃいますよね。んでああいうふうにみんな、えー、あのリスクヘッジでなくいっぱい一箇所に作っっちゃったんでしょうかうん、まあ、あの反対等がありますから広い敷地をまず押さえてしまう、はい、そうすると新しい敷地を取るのが大変ですからまず1つ作る。はい、で今おっっしゃったように あの田中さんもあの知事さんされてあの自治体財政でご苦労いただきたいと思うんですがそうするとおっしゃったようにえ原発一基作ると10年間立地交付金が出てくるでその期限が切れる頃にやはりあの自治体財政大変ですから大きな箱物を作れば作るほど維持費が大変になってきますのでまた2つ目に3つ目にとこれはまあ集中立地の道で結局 うん、原発麻薬患者になってしまったわけですね,そ,ですねそこへ追い込まれたわけですねあとまあもう一つ皆さんも感じられたと思うのはその津波が来ると、はい、だけど極論すればあのリアスキー海岸のですね、えー、崖っぷちで1 0 0ー上のところに原発を作っていや原発が今安全かどうかということ自体がもう壊れちゃってるんですけど、うんはい、あの程度じゃなくて1 0 0ーの津波はないかもしれないんで。うん そういう設置ってのは構造上難しいんですか。まあそれは冷却の水の関係ですか、ね。ええ、あの冷却の水はまあだいたいあの十メートルでね、あの、うん、あの通常もし十メートルの高さぐらいにしますと、うん、もうちょっとま上になりますが、うん、あの少し真空状態で,できますね。うん。 です1 0あの,10メートルの高さにしますとどうしてもあの真空状態になるということはあのボイド泡が発生することになりますから、はい、キャビテーションといってポンプを傷める問題とかいろんなことを解決するというま,また別に厄介な問題が出てくるから避けたんじゃないかなと思います。 でそれとまあ日本の場合断崖絶壁のところが少ないですから <laughs> あ今度、津波の問題もあるんですけどね、はい、津波対策はおっしゃったように津波対策で必要なんですけれども、うん、一方であの、まあ、この間4月13日だったと思いますが東京電力の清水社長が、ねはい、今度の事故は、うん、あの想定外の津波が問題だったと。うん 津波によるもんだということを盛んに言っておられるんですけれども、ね、だんだんなんか津波犯人説以内 <laughs> みたいになって言っておりますが、うんうん、こ,のこちらですねそうですね実はあの津波によって仮に内部電源がダメになったとしてももともと外部電源が生きていたら大丈夫なわけですよねこの外部電源というのは津波がちょうどこの位置までなんですよねだいたい来ているのがでここにあの外部電源として これはのあのあの地電鉄塔の柱がちゃんと立っていたんです。こっちは送電鉄塔の柱なんですが、はいはい、これは折れてしまったんですね。ここのあこのちょっと鍵の手みたいになってる、えー、ここですね。はい。そうしますと、うん、あの津波で、えー、地震で原発が止まった。はい、そしてあの燃料棒を冷やさなきゃいけない。その ポンプをあのモーター回すたたにに電電源源が必要だと、うんうん、内部電源もダメになった、うんうん、しかしこれが折れていなかったらちゃんと外部電源で回すことができたんですね。うん、でじゃあ外部電源がいかれてしまったというのは地震で倒れちゃうような鉄塔の強度だったということなんですね。ですからあの津波対策もそうなんですけれども、うん、原発プラントだけじゃなしに、うん、ちゃんとこの。 受電鉄塔もこの耐震補強しておくとで地震が来ても大丈夫というふうにしてやったら大体、うん、いいバッテリーで78時間持ってましたから、うん、その間によそのところから電源を持ってくることができますから、うんすね、今回のような事態にならずに進んだという可能性は大いにあるわけですね。うん、なるほど そうするとあれです、ね、津波以前にもう地震に耐えられないような原発だったと、その日本は津波大国だけじゃなくて地震列島で,、ね、でもここの点に関してはどう言ってるんですか、東京電力や原子力安全保安院という。原子力安全保安院もあの、うん、東京電力をみんな準備していなかったんですよ。 <れ>加盟を受けたご質問あ,ありがとうございますあの時にあの原子力安全委員長に聞きましたのはこの原子力プラントに来るあのここはもし内部電源が津波で失われた時に外部電源が取れるようにその受電鉄塔の耐震補強などはちゃんと指針を作ってやってきたんですかと聞いたらそういう指針は 考えておりまていうのが、ね、原子力安全委員長ですから、うん、もう保安院も経産省も東京電力も全く考えていなかったということになるでしょうね。うん、しかしそれはあれなんですかもう原発は非常にもう安全で大丈夫だと思い込んでた、ええ、でもで、ね、安全だと声高に言うんであればいろんなプロテクションをいや、ええ、想定をするべきで,で、ねはい、地震の まあそれは非常に大きな地震でしたでしょうけども、はい、あの新潟の刈羽柏崎とかでも地震だった時にそれを受けてのさらなる共同支持っていうのが出てなかったと柏崎刈羽の時も調査に行きましたら最初に出てきた言葉があれは想定外の地震でしたと、うん、やはりあのキーワードは想定外なんですね。<laughs> 今度の事故の時も 東京電力の方たちも、菅総理もそうですがあれは想定外だったということを言いましたね、だからあのやはり想定外という言葉はこは許しちゃいけないと思うんですが、これ国会でね経済産業委員会でしたがそのことをこ取り上げていきますと、海江田さんもとうとう最後には、もうこれからは想定外という言葉は使いませんということを言い出しましたけれども。 とまあ、そうじゃあ、さらなる想定内のことは起きるかもしれないということを意味してるわけですよね、そうですね、うん、そして実はあの私たちはあのイメージをやっぱり膨らませなきゃいけないと思います、でそれはあの例えば今の鉄塔にしてもあの、北陸電力四日原発ですね、はい、あれの送電鉄塔が地滑りで倒れてしまったということも過去にあったわけなんです、はいはい、それから東京電力の茨城県の湖南幹線 というあの送電線のあの鉄塔ですね。うん、これ、台風でぶっ倒れてしまうとそういう例もあるんですね。ですから、結構鉄塔事故というのはあるもんですから。うん、あのー、特に原発の場合はこの巨大地震に備えて、きちんと耐震補強をしていくということは、うん、これはもうあのー？過去の？ 事例を見てもイメージ膨らませてやるのが当たり前じゃないかと思います、うん、こちらも一枚あって、えー、この時にあの予算委員会でもお話になりましたが、はい、いろんな権限があるんですねそうですねしかし後手後手だったとそうですねですからまずあの外部電源も内部電源も失われたら当然炉心余裕というところに行きますから、はい、その前にあのいかに対策取るかという,いうことが今度はその 自身が起こってからの問題ですねでその時にあに本部長、つまり内閣総理大臣というのはここにありません、原子力災害対策特別措置法20条第2項に基づいて、首、うんうん、務大臣である経産大臣、うん、原子力規制法第64条3項の規定により必要な命令をするよう指示することができると、はい、それからまたあの総理大臣は原子力事業者、うん、つまり東京電力ですね。うん 必要な指示をするることとができるとで具体的にこれはあの原子力災害対策特別措置法の20条3項ですが、うん、あの具体的にどういうふうなことをやるかといったらこれがあの原子力規制法64条3項で、うん、あの経済産業大臣はとなってますがここにあるようにもともと、ねえー、総理の、はいまあ、本部文書、ね、をやってるわけですから、はい、当たり前の話で、うん、総理が決断すれば原子力事業者に対して 原子炉施設の使用停止、それからまたは原子炉による災害防止するために必要な措置を講ずることを命令することができると、これ、非常に大事な,なので指示じゃなくて、そして、その吉井さんの質問の中であき改めて明らかになったように、はい、地震当日の3月11日の夜の段階では、渡、はいえー、辺委員長は、えー、長このままでいくと、対震ようになると。 言っっててそれは首相にまで伝わしかしその後の視察があってベントというあれだってある意味じゃ放射能が外へ出るっていう大変な話ですけどそれを行われたのはもう日の朝の7時前頃ですから初めて見すねで実際に行ったのは海水注水は12日翌日の午後8時5分でしたかねもう29時間ぐらいと。 え立ってますからですからものすごく対応が遅れてるんですね。うんえー ある意味では今まではです、ね、炭酸ガスを出さないから原子力はクリーンエネルギーだというふうに言われてきましたがの菅さんも原発を含めてクリーンエネルギーをしていくとは言わず、はい、あえてこれも私ご質問しようと思っていますが太陽光であったりさまざまな代替エネルギーをクリーンエネルギーとす、はいはい、でも原発がクリーンエネルギーという言葉がいつの間にかチェル,、はい、チェルノブイリの後使われて、まあ、フランスを中心に。 まあ原子力を極めてらっしゃった吉井さんとしては原子力発電所もともと40年も経っているようなのが動いているというのは不思議な話ですがこれはもともと原発というのは危険な要素を持っているというのは分かっているわけですからそうすると原発に耐えるのではなくて今、田中さんおっしゃったように再生可能エネルギーを中心にして これ爆発的に普及することによって原発に耐えらなくてもいい方向へとね段階的に原発から撤退していく今、3分の1が原発という現実がありますから一っ全部止めてしまうというわけにはいきませんからその道を選ぶべきだと思いますしちょうど、田中さん知事になさっておられた長野でですね森林圏ですから豊かな緑がありますからですからあの 間伐材でペレットを作って、はい、でペレットであの空調機ですね、はい、こういうのをすでに出している業者もありますからペレットを燃料にする空調機とか、うん、ペレットボイラーとかペレットストーブとかやっていきますと、うん、ペレットボイラーやりますと農家でもね温室栽培もそれでできるわけですしこの原発に頼らないであるいは CO2 をたくさん出す。あの 石油に頼らないでカーボンフリーの,あのバイオマスとかまあそういう方向も含めてねやっぱり新しい道を開いていくことができるしその時地域経済とどう結びつけるかというのが一つの大事な課題だろうと。おっしゃる通りだと思いますね,ねまずはそのもう原発の新設をしないということを、はい、あの脱原発建設宣言というのを私はするべきじゃないのかと。人間というのはやっぱ怠惰ですから 入学試験の日にちが決まってないとやっぱそれで体内時計も逆算して勉強しませんよねもう作らないという話と同時にやっぱ今ある原発を15年なのか20年なのか廃炉にしていくと。その ことも言ってそしてその間も今止められないんであればそれの安全をどう作るのかっていうそういう逆算工程表を示すと同時に今おっしゃったようなさまざまなエネルギー日本は火山大国ですから地熱もある新しいエネルギーも出てくるとそれでどの時にどのようにしていくと多分一般の企業だって営業目標を作っていやそれはもう過労死しちゃうような会社は困りますけどその目標に行かないならじゃあどうすんだと。 これが今段階でも全く示おかしいですね。うん、これは、まあ、原子力というのはあのウランとは違うあのものもあるわけですから、はい、基礎研究はずっとやっていったらいいと思うんです。はい、でその将来やっぱりダメだよという結論が出るかあのそれはいろんなことがあると思うんですけれどもだから今から全部この 原子力と名がついたらダメだとこう決めつけるというやり方は私は考えていませんけれどもしかし今やっている軽水路はもう明確にダメですからこれもはっきりやめるとこれを明確にしてじゃあそれに代わるエネルギーをどうするのかとこのことについてはあの再生可能エネルギーをどう広げるかで分かりやすいのはあの例えば太陽光ですと1000平方キロメートルで1000億キロワット時。 年間日本の電力が9,000億キロワット時ぐらいですからその1,000平方キロメートルというのは実はあの柏崎刈羽原発が1号機から7号機で500億キロワット時なんです2カ、うん、所分なんです、はい、で1,000平方キロメートルの面積でどれぐらいかっていうのはイメージしにくいんですけれども、うん、あの例えばまああのあの好きな方そうでない方いろいろいらっしゃるにしても。はい 在日米軍基地ですねあれ1000平方キロメートルなんですよあ、日本の米軍基地の面積がそうすると非常に1000平方キロメートルというのはイメージしやすいですね現実的にでき得る話ですねそのあるいはゴルフ場なんてものも半分節電をみんながするならゴルフ場も三割そろそろやめましょうかという話になればそうですねまあギャラリーの方が通るところを 太陽光の屋根下っていいわけですしゴ、ね、ルフ場やゴルフ場で浮きながらとか考えたいろいろあると思うんですでそういうふうにすればあの太陽光もイメージできますし、うん、風力も、うん、あの北陸の方の東北の方の風の強いところには、うん、あの数百キロにわたって道路沿いに雪の壁、うん、雪よけの風ありますね。 縦軸の小型風力を設けるとか、はい、いろんな方向を考えれば、いや、新しい本当に原子力を極めた吉井さんにです、ね、でさまざまなお話をお聞きしましたわ、私はやっぱり大臣3人増やすと、仮に言うんであれば、吉井さんがこの原発をどう収束させるかの大臣、そして河野太郎さんあたりがですね、新しいエネルギー一緒に考える大臣くらいに連れてくるくらいの話が、ですね翌んとは違う、やっぱり国民が本当にいい政治になってくるとてことじゃないかな,などとも、無双をいたしました。 とということでまた来週お楽しみに日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。